センクパド X、センクパド X シリーズ、シンクパド X- マイナスは、レノボ、元は、IBM の、ノートパソコン、センクパドブランドの1シリーズ。センクパド X シリーズは、パワーモバイルをコンセプトとしており、携帯性を重視しながらも、高性能を維持したシリーズである。元となった、系統、前モデルは2シリーズあり、一回り大きなセンクパド570、 シリーズと小さなセンクパド240シリーズの後継と位置づけされている。センクパド 240S30 が携帯性あるいはバッテリー持続性を最重視しているのに対し、X シリーズはそれらより一回り大きくなり、12.1インチ画面の B5 ファイルサイズ、携帯性は若干後退している。また、バッテリー持続性よりも性能バランスを重視している。 1>, 1スピンドルノート PC であり、フロッピーディスクドライブと CD r o m ドライブは基本的にオプションとなっている。USB 接続の外付けドライブ、または専用のウルトラベース、ドライブーを持ったドッキングステーション、またはポートリプリケーター、構成を参照、を用いる。ウルトラベースは前モデルのセンクパド570シリーズから採用され、 本体に収まりきらないドライブ類やレガシーデバイスをウルトラベースに収めるという発想で X シリーズはそのコンセプトを受け継いでいる。基本的に本体側のレガシーデバイスコネクターは排除されており、外付けのストレージデバイスは USB 接続となる。X2X、X3X ではコンパクトフラッシュスロットが搭載された。 X4X、X6X では SD メモリーカードスロットが搭載されている。センクパド X2X シリーズは搭載されるチップセットの違いにより、X21 までと X22 以降のモデルに大きく2分される。X22 以降のモデルでは CPU がトゥーラトンコアのペンチューミーにアップグレードされ、 チップセットもこれをサポートするものに変更されている。また、無線 LAN を内蔵するモデルが加えられた。筐体は、底面がマグネシウム合金、パームレストが CFRP、カーボンファイバーが配合されたプラスチック。カーボン積層版ではない、LCD パネル裏の天面は、チタン複合素材、チタン配合されたプラスチック。チタン合金ではないせいである。 なお、X22 以降では、LCD の左右に、無線 LAN のアンテナを内蔵するため、アンテナの部分には金属を含まない、通常のプラスチックをはめ込んだ窓が設けられている。センクパド X3X シリーズは、筐体の左奥が面取りされたデザインで、T3X シリーズをそのまま小さくしたような、外観を持つ。当初から、新世代 CPU であるインテルペンティアムを格とする。 セントリのプラットフォームの採用を前提として開発され、X3、X シリーズの制定を前に、プロトタイプは完成していた。しかし、X24 の時点で、X2、X 用筐体の放熱に余裕がなくなっていたこと、センクパドシリーズ全体が新しい30番台に切り替わることなどから、X シリーズだけ先延べすることは、社内的に許され、X24 と、 ほぼ同仕様のまま、X32 モデルチェンジが行われた。しかし近いうちに、ペンティアム M とそれに対応する i855 系、チップセットファミリーの発表と、それを採用した当シリーズ機種の発売も明らかで、あったことから、市場での人気は低いものだった。販売期間もわずか4ヶ月ほどである。ほどなくして、ペンティアム M が発表され、 それを搭載した X31 が2003年3月に発売された。システムボードの変更によって、ボトムケースは新設計となったが、外観の印象は X30 と変わっていない。グラフィックチップは i855GM チップセットに統合されたものではなく、再び ATI のモビリティラデオン 4AGP となった。X22、X24 までのものに比べ、 ビデオメモリは 16MB と倍増しているが、採用されたものが一貫して性能が低い無印のラデオンであったため、一部には批判もあった。サウスブリッジが ICH4 シリーズになったことで、USB も1.1から2.0に更新された。X30 は背面と右側面に1箇所ずつ USB ポートを備えているが、X31 からヒートシンクが大型化したため、 排気口に隣接する側面のものが左側へ移動している。X シリーズには間を開けずに新製品の X40 が追加されているが、同じ X シリーズではあるものの、性格が異なることから併売されることとなった。さらに、X32 の CPU として採用が決定していた動産の発売が2度にわたって延期されたため、X31 は単一モデルでは異例となる。 一年半以上の長きに及んで販売が続けられた。X32 では CPU が動産となる。同時発売の X41 ではチップセットが I915GMS エクスプレスとなったが、X32 は消費電力と発熱の少ない 855PM のママスへ置かれている。センクパド X4X は、 S, S シリーズの販売終了以来空白になっていたコンパクトモバイルクラスのラインナップを埋めるべくリリースされた日本市場を強く意識して軽量さとコンパクトさに重点が置かれている1.8インチ HDD と発熱の少ない低電圧 CPU の採用やメモリをマザーボードに実装し空きスロットを一つのみにするなど 小型軽量化を最優先した割り切った設計が特徴である。一方、性能面ではこれによる代償も少なからずあり、価格帯も上昇したため、X40 のリリース後も X31 は併売され、X41 と X32 は同時期にリリースされるなど、X3、XK とは住み分けがなされていた。LCD とキーボードは、 X3XK と同じサイズを維持しつつ、筐体のフットプリント縮小、薄型化を進めており、X3XK より、標準バッテリー、X40 の場合装着時で約 400g、軽量化している。一方、この軽量化は、標準バッテリーの容量削減、低電圧板以下の CPU を前提とした、CPU ヒートシンク、冷却ファンの簡素化、 ノースブリッジ統合グラフィックス1.8インチ HDD の採用によるところが大きい。特に HDD は実質的に日立グローバルストレージテクノロジーズの1.8インチ HDD IDE コネクタ専用であり、性能的には同時期の2.5インチ HDD より見劣りのするものである。これらをどう捉えるかで X4X の評価は分かれる。 X41 は、チップセットを FSB533MHz と DDR2 から 533PC2 から4200のデュアルチャンネルメモリーに対応した i915GMS Express1 広く M に刷新したもので、あるが、メモリアクセス速度やグラフィック性能などが向上した、反面、バッテリー駆動時間は約21%の短縮。 扁平4セル標準バッテリー装着時のカタログ値で3.2時間2.5時間を招いており、上位モデルでは標準バッテリーが8セル大容量のものになっている。これに対し X3X X 系では最終モデルの X32 でも i855PM14M が踏襲されている。主にチップセットによる発熱の増加に対し冷却も見直されている。 バッテリー駆動時間の大幅短縮の結果、平売が前提の X32 に加え、X40 も引き続き販売されることとなった。X41 タブレットは、X41 をベースとしたタブレット PC であり、IBM の PC 事業がレノボに売却されてから、初の X シリーズのリリースとなった。レノボ移行後の初開発モデルは、 センクパド X6X シリーズとなる。X6X は CPU のインテルコアシリーズへの代わりを機に、X3X と X4X の流れを統合したモデルである。X4X とほぼ同じサイズの筐体に、X3X と同様の2.5インチ HD d と通常電圧版の CPU の搭載や、2つのメモリスロットの設置を可能にしている。 X60 シリーズは2006年2月1日にコアディオとコアソロ共に良な搭載モデルで発表された。X60 は通常電圧版 CPU を搭載し、これに対応したサイズのヒートシンクとファンを収めるため、筐体底面後部に張り出しがある。また、標準の4セルバッテリーも円筒形セルで、平型、変平セルの最軽量バッテリー。 4セルスリムラインバッテリーは装着できない。大容量バッテリーは、円筒形の8セル。X60S は低電圧板、または超低電圧板 CPU を搭載し、平型の最軽量バッテリーを装着でき、この状態で X4X と同じサイズになる。標準、4セルや大容量、8セルの円筒形セルバッテリーを取り付けた際、 バッテリーの張り出しで底面左奥のゴム足が設置しなくなるため安定性確保用としてスペーサーが用意されていい。これら以外は細かい仕様の差を除いて共通であるが X60S の日本モデルは LCD パネルが金属枠のない軽量なものとなっている。HDD は X シリーズ初のシリアル ATA で2.5インチサイズのものを搭載する。ただし、 X60S の最軽量モデルには、軽量化、他社とのカタログスペック競争のためパラレル AT、ジフコネクタの東芝製1.8インチ HDD が搭載された。この HDD は、本体速2.5インチ HDD 用コネクタと、キャディを別途入手しない限り2.5インチ HDD への換装はできない。T6X 系統と同様にキーボードへの Windows キーの追加。 トラックポイントのボタンのデザイン変更が行われている。X シリーズとして初めて無線デバイス、無線欄、Bluetooth のハードウェアスイッチが設けられた。同年10月24日発表のモデルから、デュアルコア CPU はコアネデュオに置き換えられた。この後期型では、MIMO にも対応しており、中でも T7200 搭載モデルには、MIMO に X3 仕様がラインナップされ、 それらにはトップカバー右端に非常に目立つ第3アンテナ用のバンプ、張り出しが備わっている。X61 シリーズからはチップセットが GM965X プレス1比 8M となり、第4世代セントリノのセントリノプロテクノロジーが搭載された。CPU は前期がべてミラム、後期は標準電圧版のみがペンリン。 f s b 八百メガヘルツとなる一部モデル七千六百七十五から五バイト J 等では KDDI の au 回線網を使ったワイヤレスワンモデルも発売された x 六十シリーズですでに無線ランカードの直上に当たるミニパームレストの温度上昇が指摘されていたが x 六十一シリーズからミニ PCI Express カードスロットが二つに増設されたため 冷却対策として、パームレスト右端に吸気口が追加されている。X61 は、かなりよくできた、過去の人気モデルであり、速度は全て SATA1 速度だったが、改造バイオスを適用し、チップセットで可能な SATA に速度対応にする、液晶を高精細なものに交換したり、本来 3XX か、X201 までない LED 光源にする、果ては、 樹脂パーツ部分にが安定で軽いカーボンのものを自前で作って交換するなどの猛者も世界各地に現れた。パーツや分解方法が公式に開示されるセンクパドだが他のモデルではポテンシャルが決まっていたり最初から対応していたりするのでここまで改造された例はあまりない。センクパド X3XX 系は X を関してはいるが 従来の X シリーズとは一線を画し、当時の高級モデルを目指したもので、ワックスがプラス13.3型ワイド液晶ディスプレイ、LED バックライトを採用し、広角ドライブを内蔵するなど一回り大きくなり、T シリーズとの中間に位置する仕様となっている。ただし、センクパドの中で最も薄く、八点六からリメートル、重量はログラム程度まで抑え、 CPU も低電圧板コア2両を採用、さらに HDD の代わりに SSD を採用するなど、パワーよりもバッテリー持続時間やポータビリティを重視している。ウルトラナビを搭載した最初の X シリーズとなった。センクパド X20XK は従来の X シリーズの流れを組むものの、12.1型ワイド液晶ディスプレイを採用するなど、 画面のワイド化の流れにのっ,とっている。重量は 1.4kg 程度と従来とほぼ同じである。HDD は従来と同様2.5インチ SATA タイプを採用し、ハイパフォーマンスとなっている。縦方向の寸法は X6XK などとほぼ同じだが、横方向の寸法が 27mm 拡幅されており、厚みは若干だが薄くなっている。 横幅の拡幅により、X6X 系でキートップ幅が縮小されていた右より2分のキーが他と等幅に変更され、さらに省略されていた右 ALT キーが復活している。X6X 系では8セルバッテリーとの干渉を避けるため、背面にポート類は一切なかったが、X20X 系でもこの配置が踏襲されている。 X20XS は携帯性を重視し 1.1kg 程度で軽量化が図られ、低電圧版 CPU を搭載してパフォーマンスよりもバッテリーライフを重視している。X200S のワックスがモデルが選択可能になったのが2009年6月以降である。液晶ディスプレイパネルは128800 80ドットおよび 1440X900 ドット。および LED バックライト付き TFT 液晶ディスプレイパネル搭載モデルも多い。2011年3月29日発表。全体の形状が新たに再設計された。ラッチレス構造の筐体に OS は Windows 7第2世代インテルコア i プロセッサーを採用。排熱ファンとヒートシンクの大きさは従来とそこまで変わらず、平均的なモデルでは 最大消費電力 35W、ターボブースト時は 3.0GHz 以上の熱い CPU であったため、正常な仕様でも高温となりやすく、ソフト側の制御方法によっては、冷却性能を超える熱が発生し100度を超えてダウンすることがあった。このせいで、以前のモデルでは襲いながらも動作するソフトが動作しない場合が稀にある。 CPU はこれ以降の世代で発熱は抑えられ、OS 側も Windows 8からはユーザーがターボブートオフを行えるようになった。IPS パネルも選べる液晶ディスプレイは12.5インチ、HD ワイド、1366X768 ドットで、バックライトは完全に LED に移行。トラックポイントの他にマルチタッチ対応ボタンレス、タッチパッド搭載。 とはいえビジネス向けノートとしての地位獲得にタッチパッドが必要になりつつあった時代のもので申し訳程度のもの。6セルバッテリー装着時の重量は平均 1.46kg。レノボ公式で従来の S に相当する軽量モデルはない。最大メモリ 8GB とカタログにあるが 16GB 搭載可能。 発売時期には1枚 8GB メモリがなかったためで完全に規格に添えており DDR3、DDR3 リッ DDR トルの両対応。SATA ポートは SATA3 速度、PC ポートは SATA2 速度。電源コネクタは再び背面に配置されている。今までモノラルだったスピーカーがステレオスピーカーとなった。クラシカルでデスクトップ用に近いキーボードを搭載した最後の X シリーズ。 2012年6月5日発表。チップセットが7シリーズ。CPU が IB ブリッジとなる。筐体と内部基板は X220 のデザインと寸法を踏襲。CPU が高温になり、底板が厚くなる現象も CPU 側から少し改善したが、まだ残っている。次の世代の CPU で発熱と消費電力は一気に低減した。 X220 と同じ底板とバッテリーの形状だが、X220 のバッテリーは流用できない。キーボードは7列レイアウトから他社同様の6列となり、キーもアイソレーションタイプとなって、以前からのファンをうろたえさせた。一つ前の X220 のキーボードは、旧タイプのセンクーパードの集大成のキーボードで、X230 は、 X シリーズ初のアイソレーションタイプであったため、混成可能な X220 の表面パーツに交換して以前キーボードを接続しようとするものも現れた。アイソレーションタイプであってもコストは割かれており、使用感はアイソレーションタイプの中では考えられている。ポート類では、USB が点零 x 2と点零のパワード USB ポート x 一ディスプラポートが ミニディスプラポートへそれぞれ変更されている。新機能としては、これ以降のモデルでも選択可能となるキーボードバックライトが搭載された。ここまでの X シリーズでは、珍しいメモリ 16GB 搭載し OS 起動が可能な機種。天板と底板にマグネシウム合金を使用、センクライト搭載はこの機種が区切りである。今まで、 マグネシウム合金だった天板と、底板は X240 からは硬いプラスチック。大きく姿が変わり、これまでほとんど全てのセンクーパードにあったピーチスキンもなくなったことでコストが下がりハげにも強くなった。タッチパッドが大きくなったがメモリスロットが一つしかない。キーボードライト選択可能でセンクライトがないので選択しないとキーボードを照らす機能がない。 コストを下げて、使用感を下げず、競争力を維持しようとしていることが伺える。X60 シリーズの時から底面バッテリーで可能ではあったが、より軽量にバッテリーのホットスワップが可能。タッチパネルやフル HD 液晶などを選択可能。Windows 8がそれほど普及しなかったことから、以前の物理クリックボタンが戻ってきた。優れた使用感。 新規格が増え、新たに DDR4 規格 16GB1 枚のメモリが登場。これまで X シリーズの 16GB 対応は X220 と X230 のみであった。この機種の発売と同時期に X250 に 16GB1 枚差しモデルが出るなど、1枚で 16GB のメモリが DDR3 と DDR4 規格で登場した。 登場時、一般には販売されていないこれにより、メモリ 16GB 対応となった。基本的に、X260 を踏襲。USB タイプ、C 端子が追加されるなど、いくつか端子の構成が変更。NVEM SSD も搭載可能に。同じ筐体で、AMD 系の CPU を搭載した A275 も登場。筐体が一新され、薄く、 軽量になった。充電方式が USB タイプ C 端子によるパワーデリバリー規格に変更された。イーサネット端子がなくなるなど端子の構成も変更。メモリの乾燥はできなくなった。軽くて薄い14型のノートパソコン。高級機種をイメージしており、その時々で工夫されて贅沢なパーツを使っている。CPU 外の GPU などもないので、 性能自体は、同時代の他の最高構成の X シリーズとあまり変わらないが、比べると作業領域は広く重量は軽くなっており、操作や使用感のための新機能が付加されている場合がある。バッテリーは中を開けないと交換できない。センクパドらしく液晶は普通もしくはそこまで良いものではないこともあるが、全体的に頑丈。2000年代初頭まで液晶は見えさえすれば良い。 ということが記事に大っぴらに描かれることもあった。センクパドにしては逆に UQL モデルのセンクパド X1 ヨガという機種も発表され、ヨガは液晶が従来の180度を大きく超えて地面にぴったりと添うまで開くタブレットモードも備えている。2012年レノボが発表し、毎年新機種がリリースされているセンクパドのフラグシップモデルである。 2016年からは X1 シリーズを独立したブランドとして宣伝し、デスクトップモデルセンクセンター X1 も存在する。2010年5月にリリースされたセンクパド X100E は、従来の X シリーズの流れとはやや異なり、外観にアイデュパドシリーズのような思想が取り込まれ、外装がブラックのみでなく、ホワイトやレッドのものも登場し、カラーバリエーションが増やされている。 トラックポイントは当然搭載されており、ウルトラナビも搭載されている。キーボードは、センクパドとしては初めて、アイソレーションタイプが採用された。堅牢性については、コストダウンのためにロールケージのような、複雑な補強はなく、かつての X30 シリーズのように、天板中央を微妙に膨らませるなど、簡易的な手法をとっている。 日本に導入されているモデルはディスプレイが11.6インチ、ワックスが1366-768ピクセルのもののみ。センクパドとしては久しぶりに AMD 製 GPU が搭載された。2011年2月に X110E の日本国内での販売が終了し、日本への X1XX シリーズの導入も一時中断となった。 今週ーマー向けの位置付けであるセンクパドエッジ11に、デュアルコア CPU2010 年9月や非公卓画面2011年4月を搭載したモデルが順次設定されており、これが実質的な後継モデルとなっている。2011年1月発表、同年3月発売の X120E は、仕様が近いセンクパドエッジ11がすでに発売されている。 日本、西ヨーロッパ、オーストラリア、ラテンアメリカでの販売はなかった。また、これらの国に導入された、センクパドエッジには11.6インチワイドモデルが含まれておらず、両者の住み分けが図られている。X100E とほぼ共通の筐体ながら、ざっくりとのコードネームを持つ AMD フュージョン、APUE シリーズプラットフォームに刷新され、 メモリーも DDR3 スタラムとなった。グラフィックスは統合型のラデオン HD6310 を核とした AMD Vision Pro テクノロジーで動画再生支援機能の武土産を搭載するほか、ダイレクト 3D11 や HDMI1.3 出力端子をサポートし、X100E-M780G チップセット比で、グラフィックス性能が65%向上している。 システム全体の消費電力も低減しており、6セルバッテリーでの稼働時間が5.3から5.5時間から6.6から7.5時間、カタログ値へと伸びている。また、OS の起動、終了が早くなる例のボエンハンスドエクスペリエンス 2.04Windows 7にも対応している。2011年7月5日に、X121E が発表される。 これまで AMD のみであったプラットフォームにインテル版が追加され、処理能力やバッテリー稼働時間でエッジシリーズを下回っていたギャップが解消された。入れ替わりにエッジシリーズから11.6型が廃止されており、X121E はこの受け皿となることをも考慮し、これまでの X シリーズには見られない角やパームレストに丸みを持たせた筐体を取っている。 IBM の i シリーズの発売の決定から、X20 シリーズからは派生モデルとして、i シリーズ1620が販売された。筐体は、ブラックシルバー塗装され、一部のモデルを除き、ウルトラベースが標準添付った。ブラックシルバー塗装が不評だったことから、X21 をベースにした i1620 の新製品は、ラバーブラックとなり、ウルトラベースも別売となった。 ラン機能は未搭載だったが、X20 シリーズでは、ランコントローラはミニプ p c で実装することとなっており、X20 と部品は共有されていたことから、出荷時実装されていたモデムカードをランカードに換装することで可能だった。センクパド X シリーズには、ウルトラベース、ドッキングステーション、ポートリプリケーターが用意されており、X シリーズの本体を、 ウルトラベースに装着することにより、機能を拡張することができる。ウルトラベースには、高額ドライブ、ウルトラベーなどのドライブベイに装着する構造である、フロッピーディスクドライブ、PS にコネクタ、パラレルポート、およびシリアルポートなどが搭載されており、ウルトラベースを利用することで、ミスピンドルモデルかあるいはそれ以上に相当する装備を容易に使用できるようにる。 ウルトラベースは X2X シリーズであれば X2X シリーズ用ウルトラベース X3X シリーズであれば X3X シリーズ用ウルトラベースのようにそれぞれに対応した製品が用意されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。